時になりました。 NHK 今日のニュースです。まず主な項目です。急速に発達中の低気圧の影響で北海道では見通しが全く効かない猛吹雪や大雪の恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う深刻なマスク不足を受けて、厚生労働省は北海道で感染者が相次いでいる自治体の住民に対する配布を始めました。来月予定されていた中国の習近平国家主席の日本訪問が延期されることになりました。急速に発達中の低気圧の影響で北海道では大荒れの天気になっています。見通しが全く効かない猛吹雪や大雪による車の立ち往生などに警戒が必要です。気象庁によりますと、低気圧が急速に発達しながら北海道付近に近づいていて、明日にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。北日本を中心に広い範囲で風が強まり、北海道では雪を伴って非常に強い風が吹く大荒れの天気となっていて、襟裳岬では午後3時過ぎに 29.7 メートル、釧路市で午後5時半ごろに 22.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。